はい、じゃあ CL メソッド、サイクルラーニングメソッドについて説明します。サイクルラーニングメソッドは何かというとですね、まあサイクルくる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 回るってことなんですけど、くる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 というよりはこんな感じですね。こんな感じでこうなっていきますね。とにかく繰り返すということなんですけども、もちろん例えばDo you want me to call you tonight? っていうのをやったとします。ゆっくりとですね、 Do you want me to call you tonight? あなたは私に、あなたに、今晩電話をかけてほしいですかっていう質問なんですけど、まあ普通の初級者の方は、中級者は言えると思うんですけど、初級者の人はなかなか言えないし、何を言ってるのかもちょっと勘違いしちゃうことが多いです。で、生徒さんにじゃあちょっと言ってみてって言ったら、Do you want to call me tonight? とか、これ Do you want to? とかで、これ意味違うんですよね。 Do you want to? じゃなくて Do you want? で、一回言ったからって言ってこれ覚えられますか？無理ですよね。忘れますよね。だから何回も言った方がいいので、サイクルラーニングメソッドでは繰り返し繰り返し何度も言うわけですけど、じゃあその時だけ5回自分は言いましたと。 Do you want me to call you tonight? とかっていうのを、じゃあまあ5回やったとして、じゃあそれで本当にベラベラになっていきますか？足りないですよね。足りないんです、それじゃ。なので翌日もやんなきゃいけないし、翌々日も3日間は最低やんなきゃいけないわけです。じゃあ3日間やれば本当に全員がそれで喋れるようになっていきますか？無理です。大学受験なんかでガンガンやってきた人とか、高学歴の生徒だったらそれで一度やったことなんでアウトプットにしていくというだけですか、の人だったらそれでガンガン伸びていくと思いますけど、やっぱり中学校時代も全然勉強してなかった、高校時代もやってなかったとか、もうすごい、どんどん年を取ってきたから記憶力がないとかですね、子供すぎて、勉強もしたくないとかですね、そういった方に、3日間やったってこれあんまり変わらないんですよね。じゃあどうしなきゃいけないかっていうと、1週間後とか1ヶ月後とかにも繰り返しやってあげることです。で、これよく覚えてください。マンツーマンの授業で先生がいっぱい教えてくれると思います。うちはそんなに教えないですよ。ストーリーシェアはそんなに教えるなって言ってますから。でも普通のマンツーマンの先生はあなたにいっぱい英語をします。で、大体ほとんどの人はボキャブラリー足りなすぎるし、文法も知らなすぎるんで、もうハテナがいっぱいなわけですよ。ということで、マンツーマンで特徴、いいところはですね、誰もいないから、時間は全部自分のものだけなんで、好きなだけ質問できます。そうすると先生いっぱい教えます。そうするとその先生の質問の中にも分かんない単語とかいろいろあって、それでまた質問します。迷宮入りしちゃいます。で、結局、オリジナルの質問のことも忘れてるわけですよね。結局よく分かんないまま、なんか英語で聞いてもよく分かんないなって、日本語だったら1分で解決することもなんか1時間とかかけて結局分かんなかった。だから自分で文法の本は勉強して、やらないと授業があんまり効率的じゃないっていう風に生徒も気づくし、学校の方もでしょ、だから言ったでしょ、なんで留学する前にやってきてって言ったのにやってこないんですか、もうやるしかないですからやってくださいって形でやるんですけど、そっから文法をやったってですよ、何年間もの文法の内容を、フィリピン留学って短期なわけですよね。1ヶ月2ヶ月でそんな文法の、しかも苦手な人もいるわけですよ。苦手な人でも活字で分かんないのに読んでてですね、で授業は授業でもう始まっちゃってるわけですよね。なのでその教えすぎというのは良くないですし、難しい、ちょっと話膨らんじゃいましたけど、そういう、それがフィリピンの現状なんですね。なので、本当の優秀な先生というのは英語の知識がある先生じゃないんですね。分かりやすく教えることができるのが本当の一流の先生じゃないんです。一流の先生というのはですね、超一流の先生というのは、今生徒が分からない部分のここだけは、例えば一つの文章の中でもいっぱい失敗するわけです、生徒は。それを全部教えちゃったら、いきなり完璧求めちゃったら生徒嫌になるわけですよね。なのでまずこれが一番大事だから、この文章の中ではこれが一番大事って、次にこれ、次にこれって重要さがあるので、一番大事なことからこれやっていきます。で、それを例えば教えた場合、必ず1週間後にももう一回教えてやる、教えるというか生徒に使わせてみる、
1ヶ月、もう1ヶ月後にもやらせてみるという形で、今やったことを必ず、来週2週間後、3週間後と計画を立てて、もう一度その生徒さんに使わせるようにやらせるっていう繰り返しのサイクルを作ってあげることなんですよね。でもそれを先生が、あなた一人のためになったら、これ準備とか復習がものすごく先生かかるわけです。生徒からしたら1時間授業取るだけですけど、あの塾の先生からしたら、学校の先生からしたら、それいっぱい用意してあげなきゃいけないわけですよね。しかもそこまで考えるとなると、で、大事なのはですね、今教えてる内容は実は過去に教えたことを元に新しいこととして教えるんですね。1を教えて2を教えたから3のことが理解できるわけです。だからこの3のことを教えたかったら、1と2も組み立てて教えないといけないですね。それを普通の先生はいきなり5教えちゃったり、いきなり7教えちゃったりするから、生徒それついてこれないですよね。結局その場だから、場当たり的な勉強というのはそういうところなんです。だからそれを、じゃあ先生はそれがいちいちやってたらこれ大変ですよね、ということで、サイクルラーニングメソッドというですね、一つの教材を、カリキュラムを作って、全部緻密に計算されたものがそこに入ってる。だからその場だけで何度も繰り返し喋らせるというような、もう単純なものじゃないんです。しかもさらにですね、じゃあ、 先生の言ってる英語だけをコピーして教科書に書いてある内容だけを一緒に喋ってるかというと、そんなものじゃないですよ。それだけじゃね、初心者本当伸びないんですよね。本当に英語が苦手な日本人っていうのを知らない人が多すぎるんです。で、皆さん大体責めるのは、いや、あなたが勉強しないからということで生徒を責めるんですけど、実は効果的に勉強する方法まだまだあるわけですよね。もちろん生徒は勉強し、努力しなきゃいけないですよ。ということで、先生の言ってる言葉を真似するだけ、テキストに書いてあることを読むだけでは解けないようなちょっとしたチェンジ、これ一つを変えることによって、他の部分も実は変えなきゃいけないようなものとかも入れてですね、生徒が本当にその内容が理解してないと答えられないようなのもエクササイズの中に入ってるんです。だから単にうちは教科書に書いてあることをそのまま繰り返し繰り返しさせるだけじゃないんですね。あとは結局生徒が教科書でやった内容をですね、実際に使えないといけないわけですよね。でもこれ伸びが早い生徒っていうのは比較的どこの学校に行っても伸びるの早いんですよ。変な話、学校行かなくても伸びちゃうんですよね。なぜかというと、教科書に書いてある内容をどんどん使えるんですよ。あ、ここでも使えるや、ここでも使えるやって、応用力がすごいんですよ。半端ないんですよね。ところがほとんどの生徒さんは、特に英語が苦手な方っていうのは、その応用ができないっていうか気づかないんで、そういうアンテナがまだ育ってないんですよ。なので、トピックっていう教科書の中で、サイクルラーニングメソッドの中でトピックがあるんですけども、そのトピックの練習文は練習した後に、必ずリアルなシチュエーションで状況を投げかけます。その状況を投げかけられて、生徒さんが何も、先生だから何もトピックの単語とか文法を言わないですよ。こういう状況だっつって、生徒はそれを使わなきゃいけないというような、最後の応用発展練習問題も用意されてるんですね。なので進むのはやっぱり遅いですよ。他の学校よりも進むのは遅いんですけど、ただサイクルラーニングメソッドのいいところは、自己学習を全くしなくても、そこの中に基礎の練習から応用までの内容が全部入って、確実にやっていきますから、確実にその分成長していくんです。これが違うんです。確実に成長していくやり方と、ただ急いで駆け足でバッてやって、あとは全部自己学習でやんなきゃダメですよっていうのでは、負担がこれ違うんですよね。なので通常の学校ですと、サイクルラーニングメソッド以外の授業ですと、マンツーマンの授業は3時間とか4時間がもう限界なんですよ。それ予習復習しなきゃいけないから、自分で何回も何回もスピークアウトして練習しないと、どん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 教科書が進むばっかりで、全く覚えてないで、ザルの中に水を入れる勉強になっちゃうんですよね。ところがサイクルラーニングメソッドっていうのは、先生を相手にそういう練習が何度も何度もできるわけですよ。でさっき単語道場でも何でも言いましたけど、とにかく語学というのは人と人をつなぐコミュニケーションのツールなんですよね。そのツール、その部分を伸ばすということは、やっぱり人を相手にするのが一番早いわけですよ。どんなアプリケーションよりも、どんな優れた教材よりも、たった一人で勉強しても、誰も人がそこに関与していなければ、脳みそがあんまり反応しないわけですよ。褒めてくれたりとか、それちょっと違うでしょって言ったら、気づけるんですよね。ああ、そうか、そこが大事なんだとか、なんか、ちょっと言えて褒められて、やっぱり人間嬉しいんですよね。褒められて頑張る
れるんだわけですよ。自己学習で褒められもしないのにずっと頑張って、それで TOEIC の点数が伸びたから、それで人に見せて褒められて、大体、まあ、日本人ですから人にあまりも見せたくもないと思うしあれなんですけど、そういう気の長い一人でコツ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 できて、で人に褒められて頑張れるとか、認められて嬉しいっていう、そういう方は変な話ですね、留学しなくても英語喋れるようになっちゃうんですよね。実際にそういう人いっぱいいますからね。ただほとんどの人はそういう鉄の意志はないです、なので、時間を取ってお金を貯金して留学という環境を変えてくるわけですよね。だからうちとしてはもちろん留学したって、僕もそうでしたけど、じゃあ本当にずっと自己学習ガンガンやり続けられるか、しかもなんか眠くなっちゃったりするわけですよね。いろんな違うことも考えちゃったりするわけですよ。プライベートな話からいろんなことまで。だから結局机に向かってる勉強時間は4時間なんだけど、机に向かってる勉強時間は4時間なんだけど、机に向かって勉強してる勉強時間は4時間なんだけど、その中で本当に集中してる勉強時間は果たして何時間でしょう。4時間本当にフルに集中できる人って少ないですよ。それを継続できる人少ないですよ。しかもそれが自分の好きなバイオリンでバイオリンやるんだったらいいですよ、自分が興味があって。でもそれがやっぱり自己学習勉強じゃないですか。英語喋ること自体は楽しいですよ。でもその単語を覚える作業だとか文法をね理解だって完全、完了形なんて日本語に全くないもう違うことをなんかもう理解できないわけですよ、読んでも。それを本当に集中してずっとできるかって、ね、難しいですよね。 なので学校というのはそういった一人ではなかなかできない人用にどうやったら効率的に勉強できるかというのを考えなければいけないので、何ですか、サイクルラーニングメソッドというのを用意してですね、予習も復習もそこで繰り返し繰り返しできるようになっているので、一日の中でだから要領悪い人とか自分で頑張れない人は一日8時間とか僕勧めますよ。で実際その方が普通の人だったら、だから繰り返しが多いですからね。4時間しかサイクル、2時間とかね。まあうちいろんなリンキングシステムで違う教材とも絡めてるんで、サイクルラーニングメソッドだけが1日中という人は、あまりいないですけど、それでもいいぐらいなんですよ、本当はね。でも、2時間しか1日のうちにサイクルラーニングメソッドを取ってなかったら、取ってない人よりは、4時間取ってる人の方が繰り返しの数が多いわけですよね。しかも基礎がある程度済んでる人だったらいろんなレベルを同時進行でやる、予習復習、全てが予習復習になるっていうやり方もいろいろできるわけです。ということでサイクルラーニングメソッドっていうのはですね、もうとにかく語学を手っ取り、あんまり面白みはだからいらないですよね、大人に。なんか NHK の教材でもいろんな教材でもとにかく生徒を楽しませようと、まあ先生もそうですけど楽しませて、いやもう別に楽しくなくても俺頑張るからと、もうとにかく英語が最短で伸びればいいから、とにかく濃縮凝縮圧縮してやりたいんだと、いっぱい喋んないと、何回も繰り返しやんないと、いっぱい失敗していっぱい強制してもらっていっぱい繰り返して時間をかけてやらないともう身につかないというのは分かってるわけですよね。だから変な効果音とかも別にいらないですし、まあ記憶が高まるようなモーツァルトの音楽をバックミュージックでかけるとかだったらいいですけども、とにかく授業でなんか変にですねこっちのモチベーション上げる、なんかそんなのはいらないわけです。とにかく集中的に濃縮的にやんないと、とにかく日本語と英語というのはですね全く違う位置にあるんで、これが韓国語を勉強するんだったら方言、日本語の方言みたいなものですから、短い勉強時間でもどん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 伸びていくんですけど、日本語と英語は全く正反対なんで、とにかく凝縮圧縮ですね、それをやってる。だから僕なんかもフランス語とか勉強したいと思ってますけど、フランス語を勉強したいんだったら僕もいろんな学校のね、有名なフランス語の学校の教科書とかありますけど、それもやってみましたけど、やっぱりサイクルラーニングメソッドでこれフランス語バージョン作った方が早いんじゃないかなと思って今度作ろうと思ってるぐらいですからね。もちろんじゃあ3ヶ月で全部がマスターできるかと、それは人によりますよね。どれだけちゃんと吸収できるスピードが速ければそれは早いですし、遅い人はもう人よりもゆっくりやるしかないですし、もうこれはもうしょうがないです。とにかく大事なのは、語学を覚えるために大事な、これはどの英語のですね英会話のカリスマの先生も同じこと言ってるわけです。もう言ってることは同じなんですよ。多言語学者もいますよね。何十カ国語とか何カ国語も本当にペラペラに喋る、その人たちも同じこと言ってるわけです、原理はね。それをやっているのが、実践して生徒さんにどの先生を受けてもやってるのがサイクルラーニングメソッドなんですね。ということでサイクルラーニングメソッド受けてみてください。シエルメソッド。